お？これ、絶対あれじゃん。あの部屋のやつ。お？開いた。さあこの先は。お、ここで磁石を使うのか。あれ、これもう1個投げちゃった磁石も、必要なんじゃね？マジ？積んでる？マジか。意地でも取ってくるか？どうしよう。ごめんなさい。オッケー。一個だけ落とれてよかった。とりあえずこれ設置しよう。ほい。あれ？これでどうするんだ？もしかして、意味なかった？なんか、ごめんなさい。どうも、ブッチです。赤いチューリップのあるところの、スイッチの押し方ですが。石の感圧板なので、モブを中に入れるしかありません。そして、何をどのように入れるか、すごい悩みました。そして答えを導き出すことができました。それを実践します。はい、卵です。そう。鶏を中で産ませるのです。たくさんゲットしときましょう。さあ、生まれるがいい。起きた。さあ、ここで畑を荒らした時にゲットした種が役に立ちます。ほら、おいでおいでー。こっちだよー。よっしゃ、ありがとうねー。さあ、やっと赤いチューリップゲットだー。早速、上に行こう。さあ、例の順番に植えていきますよ。おお、何が動いた？こっちじゃないな。こっちか？あれー、こっちの方から音が聞こえた気がしたんだけどなー。屋上か？おお、よっしゃ、なんかテーブルが変形して、やっと磁石ゲットだー。よし、早速あの地下に行こう。よし、ここだな。どう設置すればいいんだ？あ、よく見たら一箇所にしか設置できないようになってる。すごいな。おお、びっくりしたー。
あ、なるほどね。パスワードはオムレツ。ほう。え、じゃあ数字のところにオムレツって書けばいいのかな？よし、行ってみよう。あ、違う？やっぱり数字にしないとダメ。うえー。む。れ。つ。これでいけるか？よっしゃ、来たー。古びた鍵ゲット。これ何に使うんだろう？お、アンティークな鍵ゲット。これは何だろう？もしかして屋上のあれかな？おお、やっぱり。でもここで何するんだ？ん？消えた。だと。あれ？暗くなってきてる。おお、日が沈んでる。夕日だー。どんどん沈んでってる。チェストがある。小さなフォーク。金色に輝いている。これどうするんだ？どんどん月が上がってってる。もうすっかり夜だ。よく考えろ。あ。お、来たー。おー、こんなのあったのか。綺麗な鍵ゲットー。これはもう、脱出でしょう。さあ、緊張。よっしゃー。コングラッチュレーション、センキューフォープレイング。てことで、花火綺麗。おお。オープン、後書き。読んでみましょう。脱出おめでとうございます。やりたいことをすべて盛り込んだ故に、なかなかカオスな脱出になってしまいましたが、お楽しみいただけたでしょうか。はい。また、よろしければご感想やご指摘があれば教えてください。改善に役立てたいと思います。ともりも。ということで、ついに脱出できました。私は、あまり脱出マップとかしてこなかったので、詰まってしまうことがよくありましたが、制作者様からのヒントのおかげでここまで来れました。ともりも様、このマップをゆっくり実況させていただき、さらにヒントまでくださり本当にありがとうございました。2回もヒントをもらってしまったのは、反省しますが、これからも脱出マップやその他の、マップをプレイしていきたいと、思います。最後に、ここまでのご視聴、本当にありがとうございました。ではでは。